アングロアラブアングロアラブは馬の一種でアラブとサラブレッドの根血種である。サラブレッドが競馬に勝つためにスピードを追求するあまり、虚弱体質だったり気象が激しいものも多いため、それを解決するために頑丈で従順なアラブ種を混合することで頑丈さと温厚な気象、そしてスピードを得ることができる。日本においてはアングロアラブのことをアラブと呼ぶことが多いため、 アラブ種と混同されがちである。もともとはフランスで生産が始められ、競馬の競争や馬術競技に用いられている。日本の競馬では、アングロアラブはアラブ血量が25%以上であることが求められる。25%に満たない場合には、サラブレッド系種となる。フランスでは50%、25%、12.5%に分類される。 サラブレット以外にもセルフランセとの混血種なども存在する。アングロアラブの新名、ソラ融合アングロアラブのマーク戦前の日本において、競馬の存在意義は、スポーツ以上に軍需産業としての馬の生産技術及び、守護馬の能力検定であり、軍馬の質的向上のためのものであった。政府は、軍馬改良のために、サラブレットの生産を奨励したが、 1929年秋、サラブレッドは繊細批白であり、一方、丈夫で卒職にも耐え、維持管理も比較的容易といわれるアングロアラブの生産を推奨する方針に変更し、同時にアラブ種及びアングロアラブによる競馬の競争の施行を命令した。以降、アラブ系の競争が多数編成されるようになり、アングロアラブが盛んに生産されるようになった。 戦前のアラブ系競争では、ギドランシュや父母馬が明確ではない血統不詳の馬と交配された馬もアングロアラブ系として扱われていた。アングロアラブは群馬改良に大いに貢献することになった。戦後は、戦災復興という名目で多くの地方競馬場が産声を上げており、中央競馬と合わせ、群馬としての需要はなくなった一方、 競争場としての需要は大きくなっていた。サラブレッドと比べて生産頭数の多かったアングロアラブは前述の通り丈夫さを持ち合わせており連続出走もこなせたこともあって財馬や頭数が少なくても継続的に開催を行いやすいため引き続き競争場として盛んに生産が行われた。中央競馬では玉椿、聖優、春栄に稲荷東西、 地方競馬では、宝ト、と、福パーク、小栗オ、タイムライン、ローゼンホー馬をはじめとして、数多くの競合を生み出し、平成期に入っても、土地の峰富士、鈴のキャスターなど、サラブレッド氏とも、互角以上に渡り合うような名馬と呼ばれる馬が、数多く登場した。また、生産頭数も1960年代初頭までは、サラブレッド系のそれを上回っていた。しかし、 アラブ系競争は、サラブレッド系競争と比較して、スピードが劣ること、競争においての賞金も安く抑えられていたことも、あって、サラブレッドの生産等数が増加していくのに伴い、アングルアラブに対する需要は、薄れていった。中央競馬においては、昭和20年代後半に抽選馬のみ、出走可能なように変更された後は、一時期の小倉競馬場で行われていた三歳馬の、 自由購買場による競争を除き、抽選場のみで競争が行われたために、馬資源が乏しかった。それでも、昭和30年代までは、アラブ系競争の全競争数における割合は、大きく、競馬ファンの人気もあったが、どうしてもサラブレットよりも、隠したと見られがちであったのは否めず、またサラブレットの馬資源が揃ってくると、アラブ系競争に対する馬種の支持が次第に、低下していった。 ファンからの支持も低下したアラブ系競争は1984年までに大半のアラブ住所が廃止され競争自体もいわゆる中央場所ではほとんど行われなくなってゆき最終的には中央競馬場司会がアラブ中戦馬の引き受けの拒否を発表したことがきっかけとなり1995年12月に中京競馬場で行われたアラブ大賞展を最後に姿を消した その後、地方競馬においてもまず南関東公営競馬や岩手県競馬組合が追随し始め、アラブ系競争の廃止やレース数の削減が相次ぐようになると、生産地でも商業的に成り立たなくなり、最盛期には約4000頭を数えたアラブ系の生産頭数は1997年に約2000頭。 2004年に約100頭、2005年に78頭、2007年にはついに冷凍になった。マスダ競馬場、兵庫県競馬、福山競馬場はかつて全競争をアラブ系の競争で執行する競馬場であったが、マスダは競馬場そのものが急死、アラブのメッカと言われた兵庫でさえ、1999年に中央競馬との交流促進のためサラブレッドを 導入後、アラブ系の在馬や頭数が急減し2003年には、アラブ系のみの番組編成が不可能となった。最後まで、アラブ系限定の競争を続けた、福山も、アングロアラブの生産頭数の激減で、将来的なレース編成に支障をきたすのが、明白であり、競馬場の活性化のため、中央競馬やタチックとの人馬交流を促進するという、観点から、 2005年10月に開かれた市議会の特別委員会で順次サラブレットの導入をすることを決めた。2005年12月4日降りた競馬場からの転入馬によるサラブレット系の競争が行われ、アラブ系のみでレースを開催する日本の競馬場はなくなった。2009年7月30日現在で、金沢1等、名古屋1等、高知7等、荒尾7等。 そして福山41頭が競争登録されているにとどまった。そして2009年8月には福山競馬場でもアラブ系の登録頭数が40頭を切ったことから9月27日に行われた解説60周年記念アラブ特別レジェンド賞を最後にアラブ系限定競争が終了した。なおアラブ競馬は今後もサラブレッドに混じって 競争に出走することは可能である。2013年3月23日付読売新聞では、競争馬登録を抹消していない、アラブ馬は7頭だが、旧社に入っていて出走可能な唯一の馬であった、レッツゴーカップが、同日のレースを最後に引退し、アラブ系競争馬は事実上消滅したと、報じられている。2017年、牧場に m る決闘を残したいと青森県。 北村牧場、北村森彦氏の愛情をできたミキが誕生、岩手競馬に入球。しかし、能力不足でデビューできず引退した。日本では、シャギアアラブをアラブ100%として計算しているため、日本ではアングロアラブとされている馬でも日本以外ではアングロアラブとならない競争馬が存在する。決闘票に、オーバーヤンゴの7、初雪などが含まれる馬がそれに当たる。 アラブ血量を偽り、アングロアラブとして登録されたサラブレッド系種を天ぷらという、詳しくは天ぷらを参照。ありがとうございます。